今回もご視聴いただきありがとうございます。キャンプギア DIY 系 YouTuber のサルです。このチャンネルでは100均アイテムを中心に低価格帯のキャンプギアを DIY 加工することでより使い勝手の良いものに改造する方法などをご紹介しています。ご興味ある方はチャンネル登録と Twitter、インスタフォローもお願いします。はい、キャンドゥの新商品ですね。視聴者さんからリクエストいただいたのでレビューしておきます。吊り下げ型収納ポケット四角、こういうスタンドに吊り下げて使うやつですね。はい、サイズが高さが30センチの横幅が39センチ、面ファスナーで取り付けられるので、まあ、コンパクトに荷物をまとめられますよ。税込みが550円となってます。はい、じゃあ開封していきます。はい、裏面ですね。はい、吊り下げ型収納ポケット四角 GM の4871となってます。材質はポリエステル系ですね。松野工業さんの商品で、ジャンコードがこちらとなってます。はい、持った感じですね、まあ、感じいいですね。やっぱ550円のせいか、多少しっかりした作りとか、このね、周りの部分なんかもね、丁寧に作ってあるので感じがいいです。確かにね、550円だったらこれだったら安いのかもしれませんね。エンジョイアウトドア、ポラーリス、There are so many ways to enjoy camping と、キャンプはいろんな楽しみ方ができますよっていうね、そんな感じでしょうか。はい、で開けて、ここになんかついてますね。ここにもついてて、面ファスナーが あってこんな感じですね。ちょっとね、割と大きめなので画角いっぱいいっぱいになってしまってますけど、端から端までが 38.6 ぐらいですかね。高さが 30.9 ぐらい、まあだいたい書いてる通りっていうことですね。で、ここにポケットがあります。1個、2個、3個、4個、5個で、2段目もあります。こちらだけ割と大きいんですね。あとはね、ちょっとちっちゃめで、上にこうベルトがありますね、ハンギング用のね、吊るせるような感じとなってます。うん、まあまあいいと思いますよ。はい、で裏面がこういう感じですね。この2箇所でスタンドなんかにこうひっつけて吊るすっていう感じですね。で吊るして、裏でここにいろんなものを差し込んで使いましょうということになると思います。はい、カテゴリーは全然違うんですけど、以前ダイソーさんで買ったカトラリー収納ケースですね。まあ、私くるくるってまとめてこんな風に丸めてるんですけど、これと比べてもですね、サイズ的にはちょっとこう幅がね、高い感じです。これ広げるとですね、こういうサイズ感でしたので、見ていただいて分かる通りね、一回り横も縦も高くなってる感じです。だからここに入れなかったようなものはね、ここに入れてもいいんじゃないかなと思います。例えばキャプテンスタッグのこれソロ用トングですね。はい、割とね、使いやすくて安いのでね、重宝してるんですけど、こういうのはですね、ここだとちょっときついんですね。入るんですけど高さがね、オーバーして閉まらないんですというようなものがあったんですけど、こっちだったらちょうどいい感じですね。なので私持ってないですけど、長めのマシュマロ串とかありますよね。ああいうやつもここだと入らないんですけど、こちらだと入るのでいいんではないかなという気がします。その他ちょっと大きめのポケットもありますので、例えばこういうね、USB 扇風機、こういうものなんかもこういうとこにね、ちょっと余裕で入りますので、まあ入れといてもね、いいかなと。こっちの方が浅いですね。こっちの方がより深くなります。はい、ということはより深いね、ポケットがあるので、こういった、スクリーンですよね、割と大きいものですけど、こういうものもこういうとこに入れることができますので、ちょうどいい感じですね。なんかこう収納力があるので、かなりね、いろんな使い方ができるんじゃないかなと思います。ちなみにこの横幅が大体ですけど15センチで、深さについては手前の方が12センチ奥の方が18センチぐらいありますので、割とね、いろんなものが収納できると思います。例えばワッツのスキットルですね、こういうものなんかも一番端だったらこんな風にちょうどいい感じで収まりますので、便利ではないかなと思います。はい、その他にも大きいので、例えばこういうシェラカップの蓋ですよね、リッド、こういうものなんかもちょうどぴったり収まりますね。まあ12センチちょっとだと思うので、ここの幅があればね、ちょうどいい感じで収まります。こうなってくるとなんかいろいろ入れたくなるのが人情なんですけど、
まあこういうところはね、例えばこういう先割れスプーンとか、まあナイフフォークなんかも入ります。それからあとね、こういうセリアで売ってるライターマッチ、岩谷のやつですね。こんなのも入るかな？あ、ちょうど入りますね。まあいいんじゃないかなと思います。はい。で、これはちょっと長いのでね、後ろに入れましょうか。後ろに入れるときには、こういう風にね、ループの後ろを通してもいいですよね。で、これ、汚れたシェラカップとかね、スキレット洗うときに絶対今必要なワイヤーのブラシですね。まあ、割と丈夫なので、生地が。こういうものでもね、別に毛羽だったり傷んだりすることが少なそうな感じですね。まあ、長く使ってみないとわかんないんですけどね。こちらまだちょっと余裕がありそうなので、この間買ったね、エンジョイアウトドアの、折りたたみ、なんて言うんでしたっけ、折りたためるストーブ、ミニストーブですね。はい。まあ、網も一緒に入れてるんですけど、まあ、こういうものなんかもね、ぴったりと一緒に入れることもできます。まあ、かなりの収納力があるので、こんな風なね、使い方はとっても便利じゃないかなと思います。まあ、トングとね、炭バサミは使い分けても便利なので、まあ、これ本当折りたたみのやつですけどね、キャプテンスタッグ。まあ、こういうのを、こういうとこに、ライターと一緒だとちょっときついですね。ちょっとかさばるもの同士を同じ場所に入れると少しきつい感じにはなっちゃいますね。そういう意味ではね、ちょっと薄いものを手前に入れた時に奥に大きなものを入れるという感じの配慮は必要かなというふうには思いますね。はい。まあ適当にね、自分のキャンプ道具に合わせて好きなものを入れればいいかなという気がします。基本的にはね、高さが30センチは目安。で、幅はまあ4、5センチぐらいのものが、2段になって入りますよと。ここだけちょっと広くてね、15センチ近くいけますよという、そんな収納です。で、これをこのまま回すと、こんな風な感じですね。こんな風な感じで、かなり入れましたので、もう一応閉まるけど、結構ね、分厚い感じ。まあ、限界に近い感じぐらいにはなってますね。ただね、こうやって持ち歩けるのは便利かなと思いますね。まあ、ここのね、面ファスナーも使えますので、こちらもね、一応使えますね。だから閉じた状態でも、まあ、頑張ればね、この面ファスナーで何かに固定することができるかもしれませんが、あんまり重たいものだとね、所詮面ファスナーなので落ちちゃうと思いますので、そのあたりはね、加減が大事かなと思います。ここからは屋外で撮影したので、猿の代わりに私が説明します。はじめに、アルミテーブルの側面にくっつけてみました。引っ掛けるところがあれば、大抵の場所に吊り下げられるので便利です。ブラブラ揺れるのは仕方ないけど、落ちる心配はなさそうだったので、これは意外と便利ですね。続いて、庭に置いてあるミニディレクターチェアのアームレストにくっつけてみます。普通のディレクターチェアより小さいサイズなんだけど、問題なかったです。テーブルに吊り下げたり、椅子に吊り下げたり、キャンプシーンに合わせて場所を変えることができるのが便利そうです。吊り下げる高さを調整したければ、椅子やテーブルの形状にもよりますが、うまくフレームを利用すればいいと思います。キャンプ場に落ちてる木などを使って作った即席スタンドなどと組み合わせても素敵ですね。今度はランタンスタンドに吊るしてみました。ランタンスタンドだと好きな高さに調整できるし、場所も移動しやすいので、キャンプ場の洗い場に持って行って使うのとか役立ちそうです。それからオートキャンプ場だと開いたドアに吊り下げて調味料やナイフなどの調理道具を入れたり、移動時も危険のない範囲で窓に吊るせる小物入れとしても便利そうです。ということで今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画ね、いいなと思った方は高評価ボタン、それからチャンネル登録の方もお願いします。またね、お気づきの点等ございましたらコメントで教えてください。ありがとうございました。